三日月大蔵、三日月大蔵、三日月大蔵、1971年、昭和46年5月24日帯は、日本の政治家。滋賀県知事、高専第18、19代。地域政党チーム氏は特別顧問。ただし、執行部員ではない。松下政経塾出身。JR 西日本勤務を経て、衆議院議員、国土交通大臣政務官。 鳩山幸夫内閣、国土交通副大臣、官内閣、裁判官卒医委員会、第二代理委員長などを務めた。元チーム氏が共同代表。滋賀県大津市出身、大津市立日吉台小学校、大津市立日吉中学校、滋賀県立是税高等学校、一橋大学経済学部卒業。中学、高校時代は、生徒会の会長を務め、 一橋大在学中は、財政学の石博光教授のゼミナールに所属していた。1994年、JR 西日本に入社し、地方勤務を希望して、広島支社配属。岩国駅で駅員として改札口に立つなどした後、1995年に、阪神、淡路大震災の支援業務を希望して新永田駅、及び、 神戸駅仮駅舎で2ヶ月間勤務した。その後、事例を受けて運転士免許を取得し、1996年8月から一人乗務となった。JR 西日本では、ローム、人事部門を歩むことを希望していたため、経験を積むことを目的として、広島運転所の運転士となり、山陽本線岡山駅、徳山駅間の運転や、組合員との話し合いを行うなどした。これには、 多数派の組合にところを属する運転士が少なく、数年前にはストライキも発生していた広島運転所への配属に反対する人事課長へ自家談判に行って認められた経緯がある。研修後は、広島支社営業課営業スタッフ、本社、総合企画本部グループ経営推進室勤務を経て、1999年から西日本旅客鉄道労働組合中央本部、 青年女性委員長及び日本鉄道労働組合連合会青年女性委員会議長を務め選挙活動にも従事した2002年に JR 西日本を退社し松下政経塾に入塾する第23期生2003年11月第43回衆議院議員総選挙に民主党公認で市が3区から出馬し 自由民主党公認の宇野治さを破り初当選する、宇野も比例復活。2005年9月の第44回衆議院議員総選挙では、小泉旋風を交わし、266票差で再選、宇野は比例復活。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙では、自民党の宇野に比例復活を許さず、参戦。同年9月、鳩山内閣で、 国土交通大臣政務官に任命される。なお、衆議院議員に当選後、JR 西ー祖からの献金の記載漏れが見つかった。三日月の事務所は、献金に違法性はなく、政務官の職務も中立に遂行している。しかし、JR を所管する国土交通政務官の立場で、あらぬ疑いを抱かれるのは、本意ではないため、献金の返還と今後の受け取りの自粛をしたいと、 コメントした。2010年6月、菅内閣で国土交通副大臣に昇格した。同年9月、菅第一次改造内閣発足により退任し、民主党国会対策筆頭副委員長に就任。2011年9月、民主党税制調査会副会長に就任。2012年6月より裁判官卒位委員会、第二代理委員長。 同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、市が3区で自民党新人の竹村天栄に敗れるが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、4選。2013年1月より、社会保障と税の一体改革調査会事務局長。同年9月、民主党副幹事長及び国会対策委員長代理に起用される。2014年3月、 同年7月の滋賀県知事選挙に民主党を離党し、無所属で出馬を検討していることが報道された。民主党や滋賀県連の幹部は三日月を説得し、現職の加田幸子の挙手を見定めてから判断するよう、本意を促したが、地元の市長らに対し、離党してでも出馬したい。その不死はよろしくお願いすると述べ、出馬に向けた準備を進めた。三日月の立候補に向けた動きを受け、 加田知事は、同年4月26日、3日月も同席する集会の席上で、候補者の一本化及び、同年5月7日に、新たなグループ、チーム氏の設立を発表。4月28日、加田は、自身を支持する、地域政党、対話でつなごう志賀の会の幹部らに対し、加田県政を若い人に引き継ぎたいと述べ、参戦不出馬の意向を表明した。 カダの不出馬表明により、事実上、カダの後継指名を受ける形での三日月の立候補が確実になった。5月8日、伊吹文明衆議院議長宛に辞職願いを提出し、9日に受理された。三日月の辞職に伴い、第46回衆議院議員総選挙において、市が一区で落選し、比例近畿ブロック時点であった川端達夫が繰り上げ当選した。 また三日月の離党に伴い、三日月が務めていた民主党滋賀県連代表に林久美子参議院議員が就任した。知事選挙は6月26日に告示され、三日月、加田に加えた木村正義ら滋賀県政の関係者で構成されたチーム滋賀が草の根地を標榜する選挙戦を展開した。三日月が離党して無所属で出馬したため、 支持率が低迷する民主党は表だった推薦や選挙運動は控えたものの民主党選挙対策委員長の馬淵澄夫が3日、活字名の選挙対策本部長を務めて地に張り付く。他、津村圭介、泉健太ら2003年に初当選した同期の議員らが三日月の支援を行い、連合志賀も三日月が JR 西日本に勤務していた当時、 連合参加の JR 西老祖に所属していた縁で全面的に支援した。当初は3日月の劣勢が伝えられていたものの、与党である自民、公明両党が推薦する元計算議官、小槍隆を約1万3千票秒差で離、当選。同年7月22日、滋賀県庁に初登庁。加田前知事が掲げていた、もったいない県政や卒原発を継承する考えを表明した。 2018年6月、チームシ賀をはじめ前回は対立した自民、公明両党の推薦も受け、知事選挙に再選した。2019年4月、大津市の留国大学農学部で、入沢隆学長より辞令を受け任期1年の客員教に就任。滋賀県政において推進する持続可能な開発目標に関し教弁を取るなどした。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。